2015年4月10日、ブラジルの警察は、このほど、ある麻薬販売の拠点を摘発した。公明網が伝えた。警察が入り口を蹴破ると、拠点の番犬が警察に向かって狂ったように吠え立てたが、飼い主が警察官に取り押さえられたのを見ると、自分も飼い主と同じようにおとなしくなって全く動かなくなった。